ラグビーワールドカップ W 杯フランス大会にサモア代表として出場し、今季は清水建設高等ブルーシャークスでプレーするリマソポアンが、サモアが来日。日本文化を体験する様子を次々に自身の X、旧 Twitter で明かしているが、ついに関心を示したコンビニのローソンで、唐揚げくんをゲットしたことを報告した。画像、君たちが言うから試してみたよ。 海外ラグビー選手がローソンで買った238円の一品の実物。発端は20日の投稿。東京・江東区をホームタウンとする清水建設江東ブルーシャークスに加入したソポアンガは、ここでは何が良いんだろうか。と記し、1枚の写真を掲載。日本人にはおなじみのローソンだった。今のところセブンイレブンとファミリーマートにしか行ったことがないんだ。と言い。 通りかかったローソンでどんな商品が買えるのか、興味を示している様子だ。すると、日本のファンから次々におすすめ合戦が展開され、その一つが、唐揚げくんだった。翌21日、ソポアンガは新たな投稿でパッケージに包まれた実際の商品の写真を掲載。税込238円で満喫できる一品を早速、ゲットしたことを報告した。その上で 君たちが言っていたから試してみたよ。日本で他に試す必要があるものは何かある。とさらに新たな呼びかけも言った。来日経験があると見られる海外ファンからは肉まん、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマートの唐揚げチキンナゲット、吉野家の牛丼だね、自動販売機の飲み物。全部試してみて、ここ一番屋のカレーは人生を変えるぞ。 松屋か吉野家の牛丼とサラダ味噌汁のセットは優勝などの声が続々日本のファンからも日本語や英語で卵サンドイッチが大好きです天下一品でラーメン食べてみること提案するよ日本の文化を楽しんでセブンイレブンのフローズンスムージーはおいしいよセブンイレブンの冷凍食品特にラーメンだねからげくんを知ってしまったかなどの声が寄せられ ソポアンガの日本体験記に関心が高まっている。